こんにちは、ゆうです。パートナーのお疲れ様です。今日誕生日おめでとうございます。はい、髪切りました。ちょっとね、別件のね、お仕事の関係でね、ちょっと髪切れなかったんですよ。はい、今日ちょっとね、久しぶりに、無課金サバカシバにまでやっていきたいと思います。最近ガチャ動画ばっかで本当申し訳ないんですけど、ちょっとね、あれでしょう、3月29日から、はい、僕も生放送でたびたび話するんですけど、阪神ファンでして、はい、阪神のね、プロ野球シーズンが始まったということで、もうそれに向けてね、もういろいろね、ちょっと脱毛を終わらせてて、はい、昨日もね、ちょっと野球に備えて、はい、今もちょっと流れてるんですけどね、横で、モニターで。はい、それでね、ルンバも、まあ、今日からね、ちょっとガチャ来るってちょっと知らなくて、僕、あまりちょっと情報を把握しなくて、はい。で、もう緊急でカメラ回せます。はい。YouTuber みたいなこと言うてね、言うてみたかっただけです。はい。メール、あれですか。はい。魔法石10個、イースタースーパーゴトフェスですか。はい。ちょっとあれですね、滑舌の調子悪いですね。はい。これ、あれですよ、鍵の勇者とか出るか、カモでしょ。はい。あと、5点ね。はい、5点とかも入ってるかもしれない。はい。それ無料ガチャ、来てますので。あと、滞在流と、鍵の勇者ガチャ、来てますので。はい。それではね、ガチャ、引いていきたいと思います。はい。まずはね、こちらの無料ガチャからですね。はい。それでは、はい。もう、10個分、帳尻合わせ、来てほしいですね。無料でも、10個分、5、6人。行きましょうか。あれよし、オッケー。はい、よっしゃ、オッケー。いや、これっす。僕ね、ちょっと前に動画で出した長老でもね、ホルス君が出て、あ、ホルス君やったらあれちゃうの、あれの玉になるんちゃうの、モドリットさえあれば。あー、じゃあ置いとくか、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 何でしたっけ、ちょっと忘れた。はい、それではね、こちら、次ね、クリア報酬、滞在流と、限りました、上級の方ね、ちょっと今回無料とね、6個ってことは、ちょっと、6個貯めてきたんで、あれ引きたいと思ってるんですよ。はい、それでは、はい、こちらでもね、強力にダイヤを狙っていく。姿勢は崩さないですけど、金卵、はい。いや、これメインアカウントと一緒やな。なんていうの、傲慢ですね。はい。僕も傲慢にね、はい。行きたいと思いますけども。あ、これスキブロックで、あー、こうなったんや。はいはいはい。こちらですね。はい。無料、星6確定、なんかスレイン降臨か。はい。クリアしてきましたんで。それではこちらも見ていきたいと思います。強力にね、星6以上なんですから。はい。星6以上じゃなくてね、星6以上やったら、星6も混ざってるんで、星7からスタート。よろしくお願いします。はい、固まって、いや、ふんぬなんだ、用事ないかな、ほんまにちょっと用事ないかな、ほんまにちょっと用事ないかな。一体しかなかったんか。暖房もいいんですけどね、カミラこのアカウントそんなもんてなかったと思うし、まあ、ラマモアになるんか、どっちなんて呼んであげたらいいんか、ぬかラマモアか。はい、そうだね、ユーザー情報のね、購入歴見まして、はい、6個ですね、6個ということは、ヒロアカでね、このアカウントも一体、しがらきが、レア度高い方のしがらきが出たんで、はい、もう一体できたら、ループできるということで、しかもそれが魔法石6個ということで、まあ引いとこうかなと。あとこのね、15体のやつ、20体のやつも交換したいんで、その玉にもなりますし、それでは、前、プルスウルトラって言ったら出たからね。プルスウルトラ、それでは、私が来た。はい、行きましょうか。トゥワイスですわ。トゥワイスですわ。いやー、調子悪いですね。ちょっと結果見ていきましょうか。はい、それだ。はい。はい、こんな感じですね。なんか、色、黄色いな、やったら。黄色かったら、そこも黄色でよかったなぁ。レック&オールマイトの交換の玉はこんだけということ。あれ、なんでこれ、あ、トワイスが増えたんか。あ、
TWICE は、しがらきパーティーのね、しがらきのもう一枠にちょっと変身じゃなくて進化させたんで、何か。まだ出せないな、20体って言ったら15体でしょ。15って1、2、3、4、5個か。あ、ちょっと待ってくださいね。ちょっと考えますわ。検討します。今、ヒロアカこんだけ持ってるんですよ。こんだけというか、こんだけしか持ってないというか、どうしようかなというあたりでございまして、ちょっとまだ早いかなーと。しがらきの武器、あれや覚醒してへんの、バレてる。ヒロアカ武器もね、こんだけしかないんでね、ほんまに。トドロくん武器にして、武器も実質プラス参加武器だけでも。ちょっと、きついかな。やっぱ爆速で。4月クエスト終わらして、そしたらでも新学期ガチャ来るんでしょ。新学期ガチャでもちょっと強力来るから、でもしがらき、いやー、どうしようかな。ちょっとね、ちょっとね、最近ちょっとバズーダの情報がちょっとモチベーションが低いとかじゃないんですけどね、あまり終えてないので、はい、ちょっと日若じゃなくて、はい、この画面でお分かりいたしましょう。もしよかったら、進撃狙った方がいいよとか、死柄木、一体持ってるんやったら、ほんまちょっと追いかけた方がいいよとか、とうとうアドバイスとございましたら、ぜひぜひいただけると嬉しいです。はい。本日はね、それでは、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。ちょっとね、動画更新が滞って、すいませんね。生放送がね、明日もね、ちょっと阪神がデーゲームやったかな、ちょっとあるんで、はい、もうそれで見てちょっと休憩するかもしれないんで、ちょっと動画投稿お休みするか、生放送はちょっとお休みするかもしれないです。ちょっとわかんないですね。ちょっとわかんないです。見通しはつかないです。阪神ちょっと負けてるんで、はい勝ったら生放送できるんですけどね。はい、それではここまでお付き合いください。ありがとうございました。よければ動画の評価もよろしくお願いします。はい、あとはチャンネル登録もお待ちしております。はい、それではね、今回のお相手は私でございました。それでは、バイバイ。